おはようございます。ぎはないです。今日は。夢と。詐欺。<laughs> ってことで、あの、少しね。あの、今、お母ちゃんのご飯作って。で。あと、妹に任してね。戻ってきて。というよ、天気。うん。 今日はね、夢と詐欺。あの、日付ね、2022年10月27日木曜日午前6時47分改<正>うん今日もカメラ持ってお散歩かな。 のんきでしょ今日も夕方前からね妹仕事だからねよくやってくれてるよ夕方から働いてさ夜中面倒見てさ昼間も面倒見て。 お寒くなりましたね。<laughs> 皆さんいかがお過ごしですか、ね、今日はね、夢と詐欺。あの YouTuber のことについてね。まあ、YouTuber って、あのー、まあ言ってみればさ、個人商店主なわけじゃない。金もらうわけだから。 ね金もらうわけだから。赤の他人から自分の夢を売ってさ、あるいは趣味と実益を売ってさ、あるいは自分の日々の暮らしをただ映してさ、で、お金く見てくだされば、それが、ま、登録者が1000人だっけお金になるわけじゃん。で、みんなそれでやってるわけじゃん。YouTube や、やるのにあたってさ、 僕はお金一円もいりません。世のため、人のためにね、どうしてもこれだけは言っとかなきゃなりませんっていうさ、そういうものでもないじゃない。100人が100人 YouTuber やってさ、だってさ、10年ぐらい前だっけ小学生のなりたい職業だ。職業だから。ねしど小学生のなりたい道楽って言ってないからね。小学生がなりたい YouTuber だったんでしょ 10年ぐらい前はさ。ね。で、夢と詐欺。夢と希望じゃない。夢と詐欺。で、まあ、視聴者さんが1人、2人、こう、それが1000人、2000人、1万人、10万人、100万人、1000万人って、あの、視聴者さんがつくわけじゃん。で、単純に動画を見てくだされば、収益化するつもりがあれば、 それで毎月毎月まあ小遣いせん程度なのかうーんスズメの涙なのかねあの巨万の飛びなのか大体あのよく言われるじゃないあの一つ動画上げてさ300万ビューぐらいあるとさまあねそんなのが毎月毎月10本ぐらい ま、三日に一遍ぐらいあげてってさ、ね、ほんと、毎月三百万もらえるとかっていう話も聞くじゃないなんか、一ビュー0.3円とか言うんでしょその、人によっちゃ違うんでしょ ?YouTuber っていうのはさ、所持金ゼロで始められるさ、あのー、職業じゃないだってまあ、 大概の人は今スマホ持ってんじゃないスマホあれば、もう YouTube 始められるわけだからさ、ね。あの国家公務員の傍ら内緒でやるとかさ、ね。あるいは、どっかの企業にね、勤めて。あるいは個人営業でなんかやって、その傍らにさ、あるいは無職でさ、 携帯一個でさ、僕は毎日こういう無職暮らしをしてます。今日はあそこでかっぱらい。こっちで、今日はこっちで。内緒でやってますけど、それは語らずに、あのね、近所の川で釣ってきた魚を、ね、東京湾で汚染された魚を釣って毎日食ってます。貝を掘って食ってます。で、いいじゃない。で、それをお客さんが見て、 まあ、この人無一文でよくやってるわね。通信費、通信費だって払ってんのかしらなーんて。そういう疑問は湧いてもさ、僕、無職でお金がなくて、野宿転々としてますって言ったってさ、ね、その野宿行くのに自動車で行って、んこの自動車は誰の自動車かなガソリンは誰って買ったのかなって思わないじゃん。ね、みんな、じゃ映画見るときさ、みんな嘘っぱちなんだから、 ね。で、主人公がさ、大概は、めでたしめでたしで終わるわけじゃん。ね、悲しく死んじゃうのもあるにしても、それ、嘘っぱちじゃん。その嘘っぱちにお金を払って映画見るわけじゃん。で、問題は、その、YouTuber の場合、スパチャっていうのがあるじゃない。で、それがもっと高じてくるとさ、例えば、んなんか、なんか物品販売してさ、 その人の住所が分かっちゃってる場合だとさ、その人のお家まで押しかけちゃうとか、あるいはさ、季節季節のさ、ああ、今日、今年も立派なレタスができましたって、来る宅急便で送ることもあるじゃないねえ。あるいはお酒を送ったりさ、ね箱、箱開けてみてたらさ、手作りのさ、なんか、あるいは海産物とか、 うちの庭でなったリンゴですとかさ、それを送,送ってさ、それを食べようかなと思ったら下にこういうね、現金がっていうこともいくらもあるじゃない。それはさ、あの、金くんねえかな、金くんねえかな、つって、騙されて金やるわけじゃないじゃない。まあ、この人無職で、のじく々として、瓦でテント張って、お水はどこで汲むのかしら ここまで、そこまで育ってきたのかしらなんっていうことはさ、抜きにして応援するじゃない。面白いとさ、つまんなきゃ所詮見ないんだから。ね、で、その時にさ、あの YouTuber のほら、アンチっているじゃない俺はあれだけスパチャをさ、こんなにいっぱい、毎回毎回ライブも参加して、お金ももう、 10年間いくらやったか分かんないのにさ、っていう馬鹿いるじゃん。それ、誰も頼んでないから。お前が勝手にやってるんだからね。てめえの前立た種だから。てめえで拾えばいいんだから。で、それをさ、お前これだけのことを言ってさ、これをやるって言ってやんなかったじゃん。嘘ばっかり言ってんじゃねえよって言うじゃないそもそもさ、無職でさ、点々とそこらで釣りをしながらね、とかさ、ね。 騙されてるわけだから。ね。例えばさ、私がさ、これをね、あの、ポッカレモン水ですって飲んだってさ、ここに、ね、朝搾りたてのね、下から出したものを飲んでもいいわけじゃん。わかんないわけじゃん。これ牛乳ですって言えばいいんだから。色が変だなってバレちゃえばさ、これはあの、あのポッカレモン水ですって言えばいいんだから。ね。それで通っちゃうんだから。 いただきますねそうでしょ誰もさ金くれよなんつってねえじゃんまあいる人もいるよねあのただのコインでいいからくださいとかさあのツイキャス今日のテーマは。 16分20ん30秒 ?20 何秒あのねユーチューバーっていうのはあの様々ですが大概の人はね金稼ごうと思ってユーチューバーやってるはずなんですよ。自分でこう動画なりね ライブなりしてる人は、例えば世の中をね、どうにかしたくて、無給でね、政治家の秘書をやってます。気がついたら、あらっていうのが、今問題になってんじゃないあの、なんだっけ会っていうさ、とまるかごっていうの <laughs> 今日は、夢と詐欺。ね。 そのユーーーチュバが今度これをやりますってあじゃあお金寄付しようこれをガソリン代にしてください何代にしてくださいこれであのなんかラーメンの一杯食ってください」って言ったのに「お前そこ行かなかったじゃんどうしたのいやあの時風邪ひいちゃってさまた今度ねじゃああの金どうしたの食っちゃったよ飲んじゃったよ炊いちゃったよ」 ふざけんなよーって。だったさ、ねえ。もっと平たい日本語で言うとさ、ほとんどが肩荷の商売じゃないんだから、ね。毎日どこそこ行ってさ、タイムカード押して、きちんと仕事をして、またタイムカード押して、一月後にお給気をもらうっていうやつはないんだから、ね。カウチでポテチでヘータあれながらね、了解ですって言ってもわかんないんだから。 ね。<laughs> 僕は今日ね、こっからここまで徒歩でね、ま、奥様まで今日は徒歩で行きますってさ、ね。例えば、ね、あのー、今多め歩いてますと。ね。で、また30分ぐらいしたらさ、今、どこそこの駅前を通りました。ね。映っててさ。でもさ、 送るまで、エアコンの効いた送るまでね、運転手がついてさ、あの、カウチでポテンゲされながらさああつ、あ、じゃあそ、そこで止めて、まだちょっと通るからね、つって、ね。自撮りでさ、今、あの、白丸ダムです。こんな感じですよ。じゃあもうちょっと歩きますね。それ見てさ、あの、 本当に最初から最後まで歩いたかななんてみんな思わないじゃん。動画見てさ「あら大変なのね朝か汗かいてこも汗だくね」って水かければ汗ってなるからさ。<laughs> ね、で「はあふうはあふう」はあ、ふうって言えばさ「はあそりゃ腹も減るだろうね」ってなるじゃない。ね,ねお金いっぱい払っちゃって「どうしてくれんだよ」ってもう騙されたんだから。 で、騙されてるうちは夢を見させてもらってたわけだから、ね。その夢見させてくれてありがとうちんなんだからさ。それをね、俺がチョコレート買えよって100円やったらなんでキャベツ買うんだよっていう。俺チョコ買ってくれって言ったじゃん。なんでキャベツ買うのって。もうやった金はやった金だから。ね。お前この間やった金を 俺の思った通りに使わなかったけどなんでって言われてもさ、金は金だから。やった金はもうてめえの金じゃないんだから。もらった金は自分の金だから。ね。うずらばかの皆さん、<laughs> 夢と詐欺。さようなら。と<う>、今の ?7 時。7時かね。7時1分。ね。 今日もあの、朝朝はね今日あご飯妹のとこ行ってさお母ちゃんのご飯作って鍋やってる間にさちょっと残ってるからご飯にしらすそれからあのオーケストラのマグロのたたきね298円半分それとオーケーの納豆 <laughs> 引き割り納豆でお醤油かけてむしゃむしゃって朝ごはんねって言うのは勝手じゃん 実際そうなんだけど、嘘つきはお前朝からステーキ食ってたんだろうって、そういう疑う心をね、いつも忘れちゃダメだよ。言いいダクダクとね。とかさ、とかね。ははは。さようなら、バカじゃんって感じで見られてますよ。<laughs> こいつネギしとったかもだな。<laughs> それがあなた。